19,292円で決済。一瞬にして大金を稼ぎ出すのは専業主婦の松本恵子さん。その方法は為替取引、いわゆる FX。 例えば1ドルを100円で買い、120円で売れば差額の20円が儲かる仕組みだ。子育てに追われながらもパソコン一つで取引ができる。サラリーマンの夫以上に稼いでいるというが、その額はだいたい月に、まあ、平均しては、まあ、200万ぐらいなんですけど、なんと月に200万円以上。リスクもあるが、円安が続く今は為替の値動きが読みやすく利益を出しやすいという。一攫千金に夢中の母に息子が一言。ママ早くご飯食べなさい。だがチャンスは見逃さない。すかさず賭けに出た。まあ、ちょこっと上がってもらえればラッキーかなっていうので。そして10分後、これでも決済29,000円ですかね。あっという間に29,000円をゲット。10分で29,000円。はい、そんなもんですね。そんなもんですか。はい、財産金結果にまんざらでもない松本さん。この儲けで夕食を買いにデパートへ。すると乗り込んだのは外国産の高級車。500万後半か600万したかなぐらいだと思います。意外と安い。この車も円安で稼いだお金でお買い上げ。買い物を終えた松本さんが手にしていたのは1キロ買いました。夫がよく食べるんで。松阪牛1キロ、28,000円なり。妻の稼ぎにご主人は、考え出したらもうね、立場がなくなっていくと思ってしまうんで、と肩身は狭そうだが、惜しいですね。妻の稼ぎがあってのごちそうに苦笑い。この日はさらに48,000と順調に儲けを重ね、トータルで164,048円を手にした。